皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。ですね、今ちょうどね、トレートペリピさんというね、日本一周やってるタンデムライダーと、ね、うちのお客さんでね、ファットバイクでキャンプツアー行ってきましたよという方が、ひとしきりお話で盛り上がってくれてるところです。やっぱりこういう風にしてみると、ファットバイクっていうのはクルーザーとしてね、もともとできているということですよね。旅行用としても十分使えるし、でこういう感じ、トラボイで荷物ドーンと積んでくると、いろんなことができますよという素晴らしい状況になってます。実際どうですか、この自転車ご覧になってみて。すごいですね。なんかこれ問題は知ってたけどさ、実際にこうやって使っているところみたいな感じ、うん、そう、実際ね、その日本一周をいろいろやってきた、まあね、まあ途中ですけどね、そういう人たちが見てもいかに画期的なね、組み合わせかというようなことですので、引き続きね、安全運転でお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます。